はい、宮根さん、皆さん、今回ロジックル様からパワープレイマウスパッドいただきました。これは何かっていうとですね、マウスパッドでもあるんですが、今僕が使ってるこれ G プロ、そして G903、 こういったワイヤレスのマウス、なんとケーブルを刺さなくてもこれを引くだけで充電されるという画期的なものになっています。ちょっと開けてみたいと思います。つまり最強ってことですよもう充電いらないんで。中はこんな感じですねこれ身長高いから大変だな、結構あれ。こんな感じね、まあ、俺と並んでるからちっちゃく見えるかもしれないですけど、まあ手で言うと横3個分か、横3個分の縦2個分くらいのスペース、40センチ縦30センチくらいですかね。クロスタイプ、布ですね、布タイプのマウスパッドと、あとハードタイプっていうのかな、ハードタイプ硬いやつですね、摩擦抵抗少ないやつの2種類が入ってて、パワープレイが入ってると。一応なんか簡単になんか説明書みたいなの書いてますけど、まあ多分これはもう見なくても分かるやつですよ。これはケーブルですね、ケーブルのこの先端ですね、先端、これをこれのここですね、ここに差し込むと、はい、差し込みました。差し込んで、USB に差すと、で、刺したらですね、はい、光ってますね、こうなるわけですよ。で、これの上にマウスパッドを敷くと、敷きます。敷いたらこれを入れるんだね、はい、ここっすね、ここ、これをクッて押すとパカーって開くんで、ここに新しくパワープレイで使うやつ、あ、俺一回電源切るのか、切ってパツってで、電源オンにすると、お、なんか光った、ここ認識されてる、え、充電されてる、これもしかして、めっちゃ簡単じゃん。だからあとはもうケーブル繋がなくても OK ってことですよ。マジで？え、最強じゃない？マウスパッドはね、動かないですね、動かしてみても。裏面がほらラバーになってて、こっちもラバーになってるんで、どっちもラバーなんで、もう全然進めなくなりますね、動くと。普段 G640 のこの大きさですね、反応しますね。ここ多分、ここ光ってると多分充電のサインだと思うんですけど、反応しますね。なのでまあケーブル繋いでこの底にはめ込んで、あと置くだけっていう。わお、なんて簡単。そうかい、よかったら皆さんお買い求めください。こちらです。ロジクルさん、本当にありがとうございました。はい、今日ロジクルさんから箱が届きました。こんなやつ、ハッピーホリデーって書いてる。ハッピーホリデー、なんだこれは、なんだこれは。開けていいですか。これはニット帽だ、ニット帽。これネックウォーマーってやつ、ネックウォーマーじゃないこれ。これは手袋だ、手袋入ってます。小さい。あ、でもちゃんと伸びる。これしかもあれじゃないですか、スマホ対応なんじゃないですか。マグカップだ、あら、かわいい、クリスマスのデザインですよ。そして手紙みたいなのが入ってる。クリスマスソングが流れ、年末のムードも変わってまいりました。ロジックル G では皆さんのブランドに対する日頃の愛に感謝を込め、初雪を待つ寒さから皆様を守るため、小さな贈り物をご用意しましたって。皆さんとご一緒に今年できたことが楽しく、これからもコラボレーションを続けることを心より楽しみにしております。2020年よろしくお願いします。なんてごったい、ありがとうございます、本当に。マーカップめっちゃ可愛いよ。
クリスマス仕様っす。 G のマーク入ってる。で、手袋。まあ伸びるっしょ。ちょうど寒かったんですよ。で、これどうすればいいの？かぶればいいの？で、これか。あったけ。ロジクルさん、ありがとうございます。そして、これでココアでも飲むんだな。ありがとうございます。こちらこそ、今後もよろしくお願いします。